元旦那の話。普通より、やや正義感が強いかな。ってくらいで、優しくていい人だった。道端で、大荷物の老人がいたら、何の苦もなく、手伝ってあげるタイプの人。たまに喧嘩もあったけど、手を出されるなんて、間違ってもなかったし、ひどい暴言もなかった。ある日、私が絆創膏をしたままお風呂に入って、それがお風呂で取れた。それを、そのままお風呂に忘れてきてしまってた。チカって言うけど、それは、結婚して初めてのことだし、どっちかというと、そういうの気にする方なんだけど、本当にうっかりしてた。後に入った元旦那。お風呂の縁に置いてあった、絆創膏を見るなり、ほとんどずぶ濡れのまま、リビングに来て、こんな不衛生なもの、置きっぱなしにしてんじゃねえよ。と怒鳴りながら、私の頭を掴んで、振り回した。倒れたら、風水的にも、絆創膏を置きっぱはなんちゃらかんちゃら。とわめき、髪を掴んで立たされ、ブンブン振られた。風水なんて、普段は行ったこともない。そのまま、テーブルに叩きつけられて、解放されたんだけど、あまりの変貌に、風呂上がりの格好のまま、実家に逃走。翌日、迎えに来た元旦那は、冷静にはなってたけど、あんなものを置きっぱなしにするからだよ。と、あくまで、暴力は正当な範囲だったと主張。離婚は、少し揉めたけど、調停で、暴力の内容を、本人が嘘偽りなく証言して、正当だと思ってるから、ドン引きされて、なんとか離婚できた。絆創膏を置きっぱなしで、あそこまで、人が変貌してしまうのがトラウマ。